ジミトルイカルドゥン、ヘルシンキでの2007年大会にて、ルスラン・アリャフのベオグラードでの2008年大会にて、ベラルーシのユーロビジョンソングコンテストでは、ベラルーシにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ベラルーシは2004年大会で初めてユーロビジョンソングコンテストに参加した。この年の大会から導入された準決勝を突破することができない年が続いたが、 2007年大会では初めて準決勝を勝ち進み決勝に進出した。2016年大会までの全楽曲の歌詞は英語であったが2017年大会に出場したナビバンドのストーリーオブマイライフは初めてのベラルーシ語歌詞の楽曲となった。ベラルーシは2008年大会まで毎年ロシアに12ポイントを送り続け、またしばしばロシアから高得点を受け取っている。 2021年大会の前に出場曲の歌詞が国内の反対派を揶揄すると問題視されたため2021年大会の参加資格が取り消された。2021年5月28日国内の報道の自由に対する弾圧により BTRC のエブ会員資格が一時停止されたため2022年以降の参加可否が未定。ベラルーシから高得点が送られた国々 ベラルーシに高得点を送った国々、出典、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。